皆さんこんにちは、西村直樹です。今日もウィーナースタジオからお送りしています。今日2015年9月の7日月曜日、今日の数波の言葉はサムシング・グレート、サムシング・グレートです。偉大なる何かをこの宇宙の中にあるものを感じ取ってほしいという、まあそういったことですね。で、今日の BGM は四国八十八箇所、 NHK 心を旅する四国八十八箇所の中から第6番安楽寺をお送りしております。四国の中の保身の浄土、保身の道場と呼ばれている阿波の国讃岐ですけれども、あ、ごめんなさい、徳島ですね。その徳島一番からずっとこう回っているんですけれども、その中の、今日は第6番安楽寺をお送りしています。お遍路さんというのは自分に気づく、その歩いて回ったりしてる中でですね、お参りしてる中で、お経をあげてる中で、人との触れ合いの中で何かをこう自分の中に気づくものがあるんですね。そしてその中から何かを発見して自分の、まあ、人生に役立てるというんですか、年齢層も本当に様々です。年配の方、若い方、そして幼い子供を連れてきた人たちとかですね、本当にあの服装も様々ですけれども、回ってる人たちも様々です。そういう中で触れ合ったり、ただただ頭を下げ合ったり、声を掛け合ったりとかして、そしてお寺の中のご本尊さんにこう心を触れ合わせたり、そしてお寺の顔、お寺の鳥のさえずりとか風の音、木々、葉っぱの擦れ合う音とかですね、風のささやきなんかをこう聞いてるうちに、まあ、こういったふとこうメロディーが湧いてきます。それを一つ一つ書き留めてるうちに、まあ一家事に一曲、88曲の曲を、まあ、巡礼組曲を完成することができたわけですけれども、88日間この四国八十八箇所の曲を全曲お届けしたいと思います。このシリーズ、ぜひ手元に置いて、まあ、聞いていただければ幸いです。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。